神戸市は新型コロナウイルスのワクチンについて市立の中学校や高校で集団接種を実施する方向で検討していることが分かりました実施が決まれば全国で初めての取り組みと見られています国がアメリカのファイザー製のワクチンについて接種の対象年齢を12歳以上に引き下げることを受け神戸市は一般接種と並行し 市の担当者によりますと新たに対象となるのは小学6年生から高校1年生までで集団接種を受けるかどうかは個人の判断に委ね保護者の同意も必要となります市は当初来月20日に16歳以上の予約が可能になる予定でしたが 対象が広がることを受け、さらに接種を進める見通しです実施が決まれば全国で初めての取り組みとみられています